悪くない9秒だよ。これで他の急に頭に Nissan GTR NISMO N Attack Package 14 モデル、あのプライベートモノっていうのはと新しい17モデルをテストしました。結構懐かしかった。あの Nürburgring で一緒に仕事したチームとメンバー全部今日いるのですごい楽しかったです。17モデルは僕も初めて N Attack Package でサーキットで走ってるし、すごくいい車ができましたね。やっぱり NISMO がボディ剛性とかいろんなレベルでアップしまして、まあ、そんな真面目なタイムだけじゃなかったけど、タイムも17モデルの方が上がったし、やっぱりすごい両方がすごい楽しいけど、17モデルがやっぱりポテンシャル的にこれからまたもっと上がってくるし、今でも非常にボディ剛性とかっていうのはアドバンテージがあるから非常にいいテストでした。